マハーバーラタの登場人物、シャラドバットセンの子でクリッピーの双子の2位、シャーンタヌよに拾われて育てられた。またクルクシェートラの戦いではカウラバ側として戦った。シャラドバットセンはあらゆる武器の習得を目指して森の中で苦行に励んでいたが、インドラ神はこれを恐れてアプサラスのジャーラパディを使わし苦行を妨害しようとした。シャラドバットは ジャーラパディの美しさに打たれ、知らぬ間に精気を漏らした。それは、足の茎に落ちて二つに分かれ、双子の兄弟が生まれた。シャラドバットは気づかずに、別の場所に移って、再び苦行を始めた。そこにたまたま来る王のシャーンタヌが、森へカりにやってきた。そして、王の兵士が双子を発見した。兵士は、バラモンの苦行の後を見て、その双子が、 バラモンの子供であると考え、シャアンタヌー王に報告した。シャアンタヌーは、憐憫の女王子、男の子をクリパ、女の子をクリピーと名付け、自分の子として養育した。ちなみに、ビシュヌプラーナによると、クリパとクリピーは、シャラドバットの子のサティアドリティとアップサラスのウルバシートの間に生まれたとされる。一方、シャラドバットセンは、苦行によって、双子のことを知り、 クリパのところにやってきて、あらゆる武器と、その秘術のすべてを伝授した。こうしてクリパは瞬く間に、最高の兵法位へとなり、クルの王子たちや、諸国の王族たちの死となった。ビーシュマ、ドローナ、アシュバッターマン、カルナ、アルジュナと同様、武器の知識と扱いに最も長けている戦士の一人で、ある。後に、クリパは、クルクシェートラの戦いにカウラバ側として戦い、 アシュバッターマン、クリタバルマンと共にカウラバ側で最後まで生き残った、ショーの一人となった。ありがとうございます。